キム・ミンジェさん、大事な場面でバルセロナにゴール献上してしまう。バルサに先制されるも1点返して1対1の場面。キム・ミンジェはロングボールの裏ケアに走る。そしてヘディングで跳ね返そうとするも、なんとそのボールを後ろに反らす。そのままあえなく失点につながった。正直ミンジェは出してる方が悪いでしょ。毎度致命的なエラーするのは分かってるんだから。ミンジェとウパメカの2000羽見てるのきついって。糸広早く戻ってきてくれ。ミンジェまたやらかしてて、草バイエルンが本気でタイトル取りたいなら放出した方がいいと思う。ミンジェほんまこのレベルの選手ではない。逆にすごいな、ミンジェ。